そしてね、あの今日牙の回なんですよ。あ、そうなんですよ。あれ誰がヒロインなのってなるとちょっとわかんない、ね、部分がありますね。あの抱き場に3回変身したんですよ。うん、引くたびにくっさい。おばけ太郎。そう、あのヒロインってあの女の子なのかなと、小池凛奈さんでしたっけ、うんはい、うん、かなって思ったけど、やっぱキャラがいっぱいいるから一人一人があれ誰がヒロインなのってなるとちょっとわかんなくなる部分がありますね。過去編を遡れば出ていくわけじゃないですか。そうそういっぱいいますもんね、確かに。牙の前が電王、電王牙ディケイドか、うん、そうです。電王だったらまあ花ちゃんってなる、ね、ディケイドだったら夏みかんって、うん、でも牙ってやっぱキャラが多いなっていう、うんうん、今日夏みかん見ちゃった。そういえばどこですか、なんだっけ、なんで見たんだろう。あの時をかけるな恋人たちっていうなんすかそれドラマが今やってるんですけど、はい、それでお母さん役で出てて、はいはい、主人公の吉岡里帆さんのお母さん役で、はい、お母さん役と思って、あれもそんな、まあ、でもあの時を超えるかけるから昔の若い時の姿も出てくるから逆にちょっとあれなんですけど、結構最近いろんなドラマ出てらっしゃいますもんね、夏美香。だってラジエーションハウスにも出てました。あ、そっかそっか、出てました。やっぱあれですね、やっぱ夏美香だって思っちゃいますよね。そう思っちゃいますよね。でそしてね、あの今日牙の回なんですよ。あ、そうなんですよ。またそれちゃった。そして僕はあのドラマとか映画の話になるとまるでついていけない。そんな感じ全然見ないです。本当に本当になんか、うん、ここのカウンターで話してる時とかも、うん、誰の話なんだろうなって。逆に特撮の人は分かるみたいな、うん、特撮の人だけは分かる。なるほどなるほど。でもそのドラマを見てないんで、うん、それに出てるってことを知らない、うん、が、まあ、やっぱ音屋の話がしたいですね。音屋、うん、あの抱き場に3回変身したんです、ね、何に3回。ダークキバ。ダークキバね。抱き場、抱き場って訳すんだ。抱き場って訳しますね。1回目の変身はまあ普通の裏切って変身で、うん、で2回目を変身して、で最後1回はこう、まあ、ガブってやって、ドライバーにはめて音屋が変身って言うまで変わんないんですよ。あ、うん、だちゃんとその変身っていうのを聞いて、あ、もうじゃあもう知らねえぞみたいな感じで編集させるみたいな。熱いですね、うん、それまでは普通にパッてやってたんですけど、うん、その最後の1回だけためが長いんですよ、うん、その変身って言って変身って言ってから変わるっていうので、ユリが確かファンガヤにさらわれるシーンあったじゃないですか、うん、さらわれて、で音屋と二郎が助けに行くシーンで、うんうん、で、はい、音屋は別に何も変身とかできないんで確か鉄パイプ持ってるっていう。であれの戦いに行くときに確か次郎に話してる、なんかあのシーンが好きな、お前には品がないっていうね。多分モカとなんかの違いも分からないんだろう、でもお前のここがすごいっていう、なんかそういうシーンがあって、あの辺良かったなと思いますね。その次郎と並ぶと音屋って戦う人じゃないじゃないですか、そもそも。だけどこの立ち向かっていくあたりがかっこいいですよね。いいですよね、うん、その音屋と次郎のやり取りが一番いい、うん、確かに。あのなんか合コンみたいなことしたあったじゃないですか。あれめちゃくちゃいい。お互い正体も分かってて、だけど他の人には分かんないように、お前はなんか怪物だけど なんとかかんとかみたいな、あれ好きです、ね、あの二人いいですよね。キングから音屋を殺したら見逃してやるって言われたら、お風呂場に入って背中洗ってって、うん、音屋を殺そうと、で音屋がこれは男同士裸の付き合いだからなみたいなこと言って、うん、なんか情に掘らされて泣いてできないって言った。いいですね、今の言い方が音屋っぽかったですね。これこうしますよね、うん、次郎がなんかの音屋との約束があるっていう風にあるじゃないですか、うん、あれ僕分かんないですけど、どういう約束なんですか、うん、あれは。あれはもともとその渡るが、まあ、そのクイーンとのことで、まあ、クイーンを自分の手で倒しちゃうんですね。はい、そのまあ、あの好きだったから恋人になりたいクイーンを殺しちゃって、うん、まあ、本当は殺してないんですけど、うん、まあ、そこら辺はいいとして、はい、それで悩むんですよ、はい、でこの悩みを解決できるのはあいつしかいないって言って次郎が出てきて、はいはい、あの過去に放り込むんですよ。ほう、で音屋にその解決させようと、渡は音屋とユリをくっつけさせようとする。音屋がクイーンと結婚しちゃうと渡が生まれちゃうから、はい、音屋とユリを結婚させようとするんですね。ここをくっつけようと頑張るんですよ、はいはい、でなんか変なキャラが出てくるんですよ。渡が変装してなんか変な占い師になったりとか、なんとか頑張るわけですね、なんとか頑張るわけなんですけど、まあ、結局バレて、うん、でまあその渡がその未来から来たってことも、まあ、なんか物的証拠みたいなの見て、あ、本当にそうなんだなって、はいはい、ってことは
じゃあお前はもう22年後にそういう悩みを抱えるんだと、2人でその過去のキングを倒すんですけど、うん、その時に音谷がまあ抱き場に変身するからもう死んじゃうんですよ、はいはい、でその時にその次郎たちに、俺の息子は今後悩み大きい人生を送るだろう、それを見守っていてくれみたいな感じで、それが約束なんですよ、うん、でそれを22年後も守ってる次郎、いいですね、いいやつなんですよね。音谷もその最後消える時も、うん、その抱き場に変身してるからめちゃくちゃ辛いんですよ、うん、はいはい、めちゃくちゃ辛いけど、そのタイミングで渡るが現代に帰るんですよね、はいはい、現代に帰るタイミングで変身解除して、で喋ってるんですけど、辛いところとか全く見せずに送ってくんですね、その渡るを未来に。マヤからあんためちゃくちゃ苦しいのに我慢して、そういうとこありますよね、うん、ミータンのことを思いながらね。そっちじゃないですね。そっちじゃない、それビルドのやつ。ビルドのやつはそのまますーっといなくなりましたね。でもあの熱いキャラというか、うんうん、耐えるキャラというか、確かになんかちょっと似てる部分はあるなっていう気は、うん、音谷役の方はもう結構上、僕より上だったような気がするんですけど、確かどうだろう、確か武田さんです。あのサックスを吹いてる方ですね。新次さんですね。新次何ですかあの人。哲也さんですね。武田光平さん、1986年生まれ。下じゃないですか。あ、下ですね。37歳今。おお。あ、ルーキーズとかも出てたんだ。あ、そうだったんですね。でもかっこいい俳優さんですよね。うん、かっこいい、うん。個人的にはむしろ渡るよりも音谷の方がかっこいいと僕は思ってました。うん。いや当時多分その勢は結構いたと思いますよ。あ、確かに、うん、だからやっぱ牙は誰派かっていうとやっぱ音谷派か名護さん派に分かれる。でも渡るもね今や、ね、うん、超人気俳優ですからね、いろんなところで見ますからね、うん、ちょっと前にあの NHK でやってるなんかグレーテルのかまどっていうのがあって、ありますよね、あれで出てますね。あれでいつもこう料理を作ってる、うん、料理というかお菓子を作ってる鍋の CM で、鍋の CM、 はいはいはい、はい、よく見るじゃないですか。まあ、あれ見た瞬間、ああ牙の人だね。またほらテレビ見ないから分かんねえよって顔してた。キャッスルドランの誕生秘話って、おもちゃね、売らなきゃいけないからね。ファンガイアって元人間でしたっけ、違いましたっけ。ファンガイア族ですよね。ああそうです、ね、なんかいろんな族があるんですよね、あの世界。